はい、こんにちは。玉おでん、すー玉おでん、もうチン済み。チンは1回、2回はあかんということで、スノーモント定番のおでん、ちょっと今日は長い目にしたけど、どうやろう。もうおでんは定番やね。なんかぬくいな。なんかぬくいわ。近頃ぬくいか、ヒートテックが功を奏してるんか、なんか知らんけど。もう連日の玉ででほんまにありがたい話やな。これ裏起毛や。ほんでや。裏起毛も最近学んだ。裏起毛はぬくいね。はい、ということで、いただきます。はい、乾杯。ほんまにね、おでんはもう、これ大根2個入ってる。大根親父がね、死んだ親父が、そんなコンビニなんか、コンビニ飲むなんか食べたことないやろにね、死ぬ前っていうか、死ぬ、まあ、1年か2年ぐらい前からね、コンビニのおでんが食いたいみたいな言い出してね、よう買いに行きましたわ、コンビニにね。あかん、ぬるい。一体何分チンしたらいいの？これでもポン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 言ってるからもう怖いな。あ、最近もここのボロアパートの火災報知器もようなりやん。昨日も夜中の12時ぐらいになっとった。その前が朝の8時ぐらいになったんかな。その時はみんな飛び起きてきた感じで、みんな寝起きの顔して、何事ですかみたいな。けど私もさすがに夜中の12時はもう覗けへんかった。もう救急車じゃわ、パトカーじゃわ、消防車来とったからね。晩も朝も来とったし、なりやめへんのよ。朝も私何回も、もう火事じゃないこと確認して、止めても止めてもなりよん。けどこんな、もしこのタイミングでほんまに火事やったらね、みんな逃げませんやん、またなってるわ、言うて。こんなえらいことなるよね。黒焦げなっとるやん。うん、っていうか、熱いおでんが食べたい。
けど上手に作ってるよほんまに。みんなおでんの名店みたいな、なんか一回行ったことあるけど、そんなんよりも全然美味しい。やっぱりきゅうりのそのもんはあんまり食べへんかな、量が多すぎるね。これ玉でにしたら1ゴッパ高いんやから、これ半分半分か4分の1でいいよ。4分の1いうことは、40円ぐらい。40円で商売ならへん。4分の1で80円でも買うよ。
ていうか風呂がめっちゃぬるい話しましたやん。それをちょっと風呂沸かすときはぬるうて、ほんでお湯したらもう熱っいう話しましたやん。だからあれお湯がポイントなんかな思ってね。だからシャワーで一遍実験しましたやん。シャワー出したらめっちゃ熱いに出るんちゃうかな思って、ほんでシャワーもう最初塗るんやけどね、一回止めてまた出したら今度熱っってなったん。ほんならお湯ためんのを蛇口やのうてシャワーでやってみたんですよ。ほんなら熱なったん。これやで思て、何の仕組みか分からんけどそういうことや思てね。ほんで久々熱いお湯に浸かれたんやけど2回目同じことしても全然あかんかった。だから要は調子悪い。管理人さんにはなく、管理人さんも黙ってへんからね。まだ若い、なんぼやろ、40ぐらいの人なんかな、30代後半か。住み始めた頃はいろいろあってね、電話して言うたけどお言葉返すようですけどって言いよったもんねかなり。大家さんどこまでが大家負担でどっからがこっちの負担やいうのがね、やっぱりいろんな住んでる人もおるやろうから、もうそんな電話も多いんやろね。けどここ大概この電気さすとこがもう、ま、焦げとった、もうそれこそ火事やん。焦げとったりね、トイレの洋式トイレの下が外れたりね、ガクガクしたりね、それが 2,3 回続いたね。直しても直してもガクガクなったよ。
エアコンが効かへんとかね、給湯器がごっつい音するとかね、それこそ水漏れもあったしね、ほんまいろいろあったね。もうなんせボロボロのアパートやからね。ということでちょっとゆっくり呼ばれます。失礼します。はい、呼ばれました。ごちそうさまでした。美味しかったです。給料は半分残しました。また呼ばれますということで、はい、ということで今ねお友達から高校の同級生からね電話あって、その年に年末か年明けに一回電話あって、普通やったらね年に一遍あるかないかの電話が、だからその時に仕事を辞めてんって話しとったから、また心配して電話してきてくれて、どないやねんみたいな。いやもう失業保険も終わるしもうあかんわ、うん、大丈夫や、俺がおるから大丈夫や、ちゃんとやってるから言って言うてくれてね、ありがとうございますわ。そんな年に一遍会うか会えへんね高校の同級生にねそういうお声掛けしてもらってありがとうございます。どないすんねん、いやウーバーイーツでもするわ言ったら、お前には無理やろ言っておるとったけど、俺の会社あれしたるでみたいなこと言うとったしね、いや無理やろみたいな。市場で働いて、私も元中央市場ですやん、その電話くれたはまだ中央市場で働いてますね。今だね晩の8時から朝よく今自分まで昼ぐらいまで働いとんねんね、だから15、6時間働いてますやん。そういうまだ昭和的なことをやっとるんね。で、コロナも何も関係ないって、若い子なんかは休みなしでやってるってね、365日やっとるみたいな、えげつない、ね、今の子やったらブラックやブラックや言うてもギャーギャー言うてね言うところやねんけど、もう私らもそうやって、私で朝の3時から晩の8時9時まで働いとったからね、だからほんまによう働いてん、だからもう人の3倍ぐらい働いてますね若い頃は。だから3分の1、え、だから期間的で言うたらみんなの3分の1働いたら同じ分ぐらいの時間的には働いているいうことですよ、ほんまに大概偉い、偉かったですよ。ほんまにね。ということで、はい。若い時の苦労は勝手でもせえ言うてね。もう私は今こうやってね、適当にやらせてもらってるけど、まだその電話くれたね、お友達はまだ十何時間働いてるわけやから。ほんまに大変ですせ。ほんまに。と、はい、いうことで。いい話でした、はい、以上です。いつもありがとうございます。失礼いたします。バイチャバイなら。
チャンネル登録お願いします。